今日は棋士の藤井聡太さんがおやつに食べていたくまもなか作りに挑戦したいと思います。こちらの糸かつさんにお邪魔したいと思います。それでは行ってみましょう。こんにちは。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いいたします。はい、伊藤達也と言います。よろしくお願いします。早速作っていきましょう、はい、お願いいたします。まずは竜王戦ということで、こちらのくまちゃんを作ってもらいます。じゃあ、あんこをまず丸めてこの皮に入れてもらえますか。はい、はい、でそれを丸めて、でここにまず頭の方から入れてください。よいしょ、はい、OK です。 OK ですか。大丈夫です。ちょっと手直しだけします、はい、はい、これね、実はちょっとだけ高くしとくのがコツなんです。はい、じゃあさ、もう一つ、はい、こちらをもう一個、そのまま頑張れ、お腹の方に入れてください。よいしょ、はい、はい、OK です、OK です、綺麗に乗ってます。ほらね、で、最後にこの皮をね、これがね、パリパリなんで、乗せてからゆっくりスーッと押してほしいんですよ。乗せてからギュッと押すと、見事に首が割れます。はい、なのでスーッと押してください。もう慎重に、首と胴体分かれちゃうので。そうですね、ほんでそっから静かに押さえていってください。ぴったしまでいかなくていいので、ほんのちょっと、はい、OK です。ありがとうございます。うんうん、問題ないですよ。はい、できました。どうですか、くまもんの。いや、もう完璧ですよね。はみ出てもないし、やったー、もう綺麗に美味しそうにできてます。でもこれだけでは、なんかあんこ乗せて挟みましたっていうので面白くないと思うんですよね。なのでよかったら、ちょっとこのアイシングっていうのにもチャレンジしてみたらどうかなと思います。はい、でまず黒からつけてもらおうかな。うん、そんくらいあったら、で雰囲気的にそんな感じで、はいはい、オッケーです、オッケーです。ここちょっとなんか違うのつけたけど、あ、いいですね。あ、いいですね。胴体のところに乗せてもらって、はい、オッケーです。で最後これしっかりと持って、ただここ触るとくっついちゃうんですよ。そうですね、乾けです。はい、なこれをこのまま一緒にやりましょうか。一緒に、はい、 OK です。最後ちょっとだけ押さえて、はい、完成です。はい、完成です。すごいね、くまもんの柄に納豆るね、納豆る、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。このもなかはなぜ竜王戦で出されたんですか。はい、ありがとうございます。これは今回、竜王戦が行われたのが仁和寺さんなんですけども、で仁和寺さんのところでお菓子を出させていただいていて、はい、で今回竜王戦でお菓子を用意しないかということを声いただきまして、うん、でご用意させていただいたのがこの形になってます。あ、ぜひ食べてみる。パリパリなんで、自分で作ったもなか、ね、どうですか。どう。あ、ありがとうございます。